再開いたします。次に横山敦議員に質問を許します。す横山敦議員。ソフワイズの一員として質問します。 まず県立会津総合病院跡地利活用に関する市の関わりについてです本年1月13日県は県議会政調会に対して県立会津総合病院跡地以下跡地を有償で地元自治体に譲渡すなわち売却する方針を示しましたその方針に対して市はどのような方針で対応するのかまず 当該跡地購入について見解を示してください鶴ヶ城周辺公共施設利活用構想以下構想との関連性について伺います平成27年2月23日に県から市長宛に跡地処分にあたっては公用・公共用の利用を優先する観点から国および所在市町村の利用計画 および取得希望の調査を行うという紹介がありました。これに対して市は、平成27年3月24日、県に対して、病院跡地と医師校舎、敷地約2万7000平方メートルについては、当該跡地は本市の中心地に位置し、敦賀城に近接する一段の貴重な土地であることから、 本市のまままちづくりに資すするる土地利用が望ししいいいとと考えてて回答しています県が売却方針を示した以上構想の内容に大きく関係してくることから構想の修正見直しの時期ではないかと考えますが見解を示してください市役所本庁舎の建設予定地については第7次総合計画では 現在の本庁舎を中心とした場所と述べられていますが、本庁舎を中心とした場所とは、敦賀城周辺、敦賀城の近接地域を含むと考えているのかどうか、見解を示してください。庁舎検討懇談会の意見書では、市役所庁舎の役割について、ランドマークや市民のシンボルとしての役割、人が集いにぎわいを作り出す役割、 市民の暮らしのよりどころとなる役割、情報市民サービスのターミナルとなる役割、歴史を継承し、街中の景観を守り育てる役割、5つが期待され、市民サービスの拠点や、防災拠点機能を含む役割を持つものと考えている。という答弁も、先の12月議会でありました。約6000平方メートルの現庁舎敷地に、この5つの役割や、 防災拠点機能を併設した施設が果たして建てられるのか跡地を庁舎建設地の一つとして検討すべきと考えますが見解を示してください跡地購入と利活用に向けた計画の必要性について伺います当該跡地については今後鶴ヶ城周辺の町づくりの観点からさまざま検討する必要があります問題点を洗い出し 課題を整理し、検討するための今後の計画が必要であると考えます。当該跡地の利活用に関する市の関わりについて、今後どのように進めようと考えているのか、見解を示してください。次に、地域防災についてです。避難行動要支援者の個別計画策定未着手について伺います。災害対策基本法の改正に伴い、 市町村に作成が義務付けられた避難行動要支援者の名簿をより効果的に活用するため国は個々人に対応した行動個別計画の策定を自治体に求めていますが本市は未着手です個別計画策定の有無を含め現状問題課題を明らかにして今後の方針を示してください 市総合防災訓練についいて伺います平成25年度に東山小学校と東公民館を中心として行われた市総合防災訓練は夜間訓練として行われました平成26年度は城南小学校と城南コミュニティセンターを中心に同じく夜間訓練平成27年度は第六中学校と水道部施設を中心に 休日の早朝訓練平成28年度は門田小学校と会津総合運動公園を中心に県の総合防災訓練に参画するなど町内会や自主防災組織等多くの市民が参加しましたこれらの防災訓練は災害時における応急対策を円滑かつ的確に実施し地域防災体制の確立に向けた 総括的訓練でしたこれまでの取り組みの積み重ねと成果を鑑みれば今後の市総合防災訓練のあり方については各地域における自主的な防災訓練実施に向かうべきであると考えますそのための取り組みを準備するとともに23年後には全市一斉の地域ごとの防災訓練を行うよう 計画化すべきと考えますが、見解を示してください。次に ICT を活用した教育環境の整備についてです。タブレット端末、電子黒板等の電子教材利用について伺います。港小学校に導入されたタブレット端末は、子どもたちが授業の復習のために休み時間や放課後、 スクールバスの待ち時間などに活用されていますが、家に持ち帰っても w i f i が使えないなどの理由によって、家庭学習には利用できず、個別支援の役割を十分果たせていません。電子黒板は10年前に市内の14の小学校に導入されましたが、今ではソフトウェアが使えず、モニターの役目しか果たしていないのも現状です。 昨年度、角城小学校、港小学校、大戸小学校に導入された電子黒板も、そのようになる器具はないでしょうか、電子教材等の今後の導入、利活用の拡大は、慎重に進めなければならないと考えますが、見解を示してください。つながる教室について伺います。近況小学校では ICT 活用空間共有実証実験以下つながる事業が行われましたこれはプロジェクションマッピング技術を用いた大型スクリーンを利用して離れた2つの教室を映像でつなぐ遠隔事業の実証実験ですが子どもたちからはその場にいない人への質問や発表について違和感を感じる 等の問題も出されましたさらに、遠隔事業技術が、複式学級や学校の統廃合等を視野に入れたものであることが、当該企業からのメッセージに込められています。複式学級や学校統廃合対策に ICT 活用が果たしてなじむのか、はなはだ、私は疑問です。つながる教室の実証実験を受けて、 教育分野における ICT 活用を今後、どのように展開しようとしているのか、見解を示してください。また、受託企業からは、教育 ICT の利活用と、今後の整備計画として、市への提言が行われました。遠隔地の学校をつなぐことで、少人数学級を日常的に他校とつなぐ。 中学校と小学校をつないで中1ギャップを解消する学力向上のためコアティーチャーや有識者による遠隔授業を行う複式学級の学校をつなぎ教職員の負担を軽減するなどの効果があるとされています市はこれら民間業者からの提言をどのように受け止めるのか導入に向けた考え方を含めて 見解を示してください ICT 教育活用と顔の見える向き合う教育について伺います ICT 技術にはデメリットも多いと考えています機器の操作による顔の見えないタブレット端末は家庭における個別学習においては効果はあるでしょうが果たして学校教育の場に馴染むのでしょうか 遠隔地をつなぐ技術の導入は、その場にいない人との会話に違和感を覚える子どもが実際いたように効果があるのでしょうか。本当の考える力とは、互いの思いを、五感をフル活用して、皆で協力して学び合うことから生まれるものではないでしょうか。本来の顔の見える教育、先生が児童・生徒と向き合い、情熱を伝え、 子どもは誠実を胸に刻んでいく教育のために学校教育における行き過ぎた ICT 導入は問題があると考えますが見解を示してください最後に学校環境の充実整備についてですまず複式学級対策事業について伺います今年度はみなと小学校と大戸小学校に 複式学級があって、どちらも16名であったため、県費による非常勤複式補正によって講師が配置されました。平成29年4月1日には、大戸小学校の2、3年生と5、6年生、港小学校の5、6年生が、複式学級になる見込みです。次年度ににおいても県費による 著し補正配置がされるのかされない場合私費による配置を行うのか見解を示してくださいまた私費による配置の課題は何か示してくださいつながる教室の実証実験はそこに存在しない他人との関わりであり子どもたちからは違和感があるという声が寄せられましたつながる事業を 福祉学級対策に活用することに、私は疑問を持ちますが、見解を示してください。学校の在り方検討事業について伺います。行政評価によれば、有識者による学校の在り方懇談会、以下懇談会では、本市における子どもの未来像について、小中一貫教育や学校統廃合等の 直近の教育行政課題を現在の状況を把握しながら検討しているとのことです懇談会のテーマは誰がどこで決めるんでしょうか示してください懇談会では学校の党派遺合についても話が出たと聞いています懇談会に決定権はないと考えますが今後の学校教育の根幹に関わることですこのように懇談会では 重要なテーマについて意見が交わされていると認識しますが、議事録は公開されていないと聞きました。その理由と、今後の懇談会での内容については、どう公開していくのか、見解を示してください。以上上で壇上からの質問を終わります 市長、はい、横山厚市議員のご質問にお答えをいたしますはじめに県立藍津総合病院跡地の購入についてであります県においては2月に示した県立病院事業の改革プラン素案の中で病院跡地を売却して累積赤字の削減を図ることを明示しておりこれを踏まえた具体的な対応として 3月10上旬をを目途に取得調査を行う予定と伺っております今後も引き続き売却に際しての県の意向を確認しながら町づくりに資する新たな土地として有効な活用策が図られるよう協議してまいります次に鶴ヶ城周辺公共施設利活用構想の修正見直しについてであります鶴ヶ城周辺公共施設利活用構想については 駿河城および中心市街地周辺地域の市が所有する施設を対象としており、老朽化や機能移転から、その活用を検討すべき6つの公共施設について、利活用の方向性を示したものであります。このことから、現在においても、構想に掲げた6つの施設について、その利活用の方向性に沿った取り組みを進めているものであります。 当該地域に新たな施設等が想定される場合にあっては、構想の修正、見直しではなく、構想に掲げる6つの施設との関連を考慮しながら、それぞれの施設の考え方をお示ししていく考えであります。次に第7次総合計画における庁舎整備の場所についてであります。庁舎の場所につきましては、庁舎検討懇談会からいただいた 現在の本庁舎及びその周辺での庁舎整備が望ましいといった意見を尊重し、第7次総合計画に、現在の本庁舎を中心に庁舎を整備することを掲げたところであります。こうした観点から、現在の本庁舎敷地に整備を行うことを基本としますが、今段階の意見にもあるように、本庁舎敷地での建築物が構想となるなどの場合には、 本庁機能は現在の本庁舎敷地に位置づけしつつ、位置づけつつ,けつつ、本庁舎周辺に位置する分庁舎や敷地を含むエリア全体で対応を図っていく考えであります。次に、庁舎に求められる役割や機能併設の可能性、および県立会津総合病院跡地での 整備・検討についてであります庁舎整備懇談会から提言された5つの役割や市民サービス、防災の拠点機能を持った庁舎の実現といった点については、現在の本庁舎の敷地を中心として整備を進め、その役割、機能の確保を図ってまいりたいと考えております。また、現有地以外での庁舎の整備について、庁舎検討懇談会からは、 その,とすその他の一とする場合、人の流れを大きく変えることとなり、人口減少社会の中で、こうした街の流動化を受け入れることは難しいなどといった考えが示されたところであります。私といたしましても、この考え方を尊重し、第7次総合計画に基づき、市政方針で申し上げたスケジュール感をもって、現在の本庁舎敷地を中心に、 町の拠点として庁舎整備を進めてまいりたいと考えております次に県立病院跡地への市の関わりについてであります当該跡地につきましては市の中心部に位置し町づくりに資する貴重な土地であることから第7次総合計画の施策に未利用地等の利活用検討として有効活用に向けた提案や協議を行っていくことを位置づけているところでありますこうしたことからも 跡地にかかる県との協議はもとより、経済団体や地元区長会、福祉関係団体等からも頂い,いてきた意見等も踏まえながら、市として跡地の有効活用に向けた提案を検討してまいりたいと考えております。なお、その他のご質問については、教育長及び主管者よりお答えを申し上げます。 市民部長お答えいたします、避難行動要支援者の個別計画策定についてであります、現在、平時からの情報提供に同意いただいた避難行動要支援者約3200人の方について、名簿を作成し、町内会や民生児童委員などの避難支援等関係者に、制度の説明を行いながら、名簿の提供をしているところであり、 個別計画作成については未着手の状況にあります個別計画作成に当たりましては、避難行動要支援者、個々の状態に応じた支援内容や、避難経路の検討、支援を行う避難支援等,避難支援等関係者や、町内の連携・協力体制の構築などが課題であると認識しております。また、大きな町内会では、避難行動要支援者が多くなることも想定されることから、 支援すするる側の体制りりも課題であると考えております個別計画策定の今後の方針につきましてはこれらの課題への対応を含め避難行動要支援者にかかる全体的な考えや催目的な部分を含めた全体計画を策定するとともに町内会や民生児童委員などの避難支援等関係者と協力しながら関係各課が連携し避難支援の方法や避難経路避難場所等を 避難行動要支援者の状態に合わせた個別計画を策定してまいりたいと考えております。次に、市の総合防災訓練についてであります。総合防災訓練につきましては、訓練会場における地域特性に応じた災害を想定し、地域住民の皆様の防災意識高揚と防災関係機関相互の連携協力について検証を確認する場と考えております。今後は総合防災訓練に加え、 洪水や土砂災害など、地域特性に対応できるよう、自主防災組織設立により、地域住民主体による地区防災訓練も必要と考えており、その実施に向け、検討してまいります。教育長、はい。お答えいたします。電電子子教材等の導入についてであります電子黒板や タブレット端末を導入している各学校においては、理科や社会科、総合的な学習の時間での調べ学習などで活用しており、子どもたちの学習ツールとして効果があるものと認識しております。ICT 機器の導入につきましては、各学校の児童生徒の実態を考慮するとともに、それぞれの機器の効果的な活用方法を十分検討した上で、導入を図ってまいります。 次につながる教室の実証実験を受けた教育分野における ICT 活用の今後の展開についてであります。今回の実証実験においては活発に質問や意見が出されていたこと参加した児童の大半が通常授業と同じように勉強することができ離れた先生や児童に対して親しみを感じたと回答していることなどから 一定のの成果を得ることとができたものと認識し,ておりますしかしながら、使用人数に限りがあること、質問や発表がやりにくいなど、操作に慣れる必要があり、実際の教育分野での導入には、検討の余地があるものと考えております。次に、教育 ICT の利活用における民間企業からの提言と導入についてであります。 民間企業からの提言内容につきましては、離れた学校同士で意見のやり取りができる点において、一定の効果があるものと認識しておりますが、学校教育の現場では、教師と児童生徒や児童生徒同士が直接やり取りをすることは大変重要であり、その導入に向けては、引き続き ICT 技術の動向やコスト等を見極めていく必要があるものと考えております。 次に、学校教育における ICT 導入についてであります。現在、本市の学校教育においては、教師と児童生徒が直接言葉を交わし、意思をやり取りする言語活動を重視した事業を展開しております。教育委員会といたしましては、ICT の導入にあたって、すべてを ICT 機器等に依存するのではなく、その特性や強みを生かして、 教材のの一つとししてて適切に授業の中でで活用していく考えであります今後も ICT の効果的な活用を図りながら、児童生徒の学力の向上に努めてまいります。次に、複式学級における非常勤複式補正の配置についてであります。現時点において、来年度、大戸小学校とみ小学校には、複式学級ができる見込みであり、県に、 非常勤講師の配置を要望しているところであります県による配置がない場合には、市、雇用の非常勤講師の配置を考えておりますが、この場合、財源と人材の確保が課題であると認識しております。次に、つながる教室の複式学級対策系の活用についてであります。離れた学校の児童生徒とリアルタイムに意見を交換できるという点では、 一定のの効果ががあるものと認識しておりますが教育委員会といたしましては、教師と児童生徒や児童生徒同士が直接言葉のやり取りをすることや、相手の表情を感じ取ることなどが重要と考えており、先ほど申し上げた課題もあることから、直ちに祝式学級対策への活用とはなりにくいと考えております。次にに学校の在り方懇談会における 懇談のテーマについてであります教育委員会では昨年より学校の在り方懇談会を設置し本市の小中学校の在り方にかかるさまざまな課題について出席者からご意見をいただいているところであります懇談会におきましては近年における本市のさまざまな教育の課題の中から教育委員会でその都度テーマを提案し懇談を行ってまいりました今年度につきましては 本市における小規模校の現状と小中一貫教育をテーマとし、ご意見をいただいたところであります。次に、懇談会の内容の公開についてであります。昨年度開催いたしました懇談会では、教育を取り巻く課題についての情報提供が中心であったため、内容の公開は行っておりませんが、 今年度につきましては、懇談会の内容を取りまとめ次第、市議会にご報告したうえ、市ホームページ等で公開していく考えであります。以上でございます。横山辻議員、えー、県立病院、あ、跡地ですがあの、例えば構想との関係でね、その、 今後はその未利用地として、えー、有効に活用していかなければならない、そういう場合が起こった場合、えー、それから、えー、本庁舎跡地に市役所の本庁舎をこう建てるときに非常に境外であったならば、えー、本庁舎の分庁舎でありますとかね、そういうことでエリア全体としての、えー、考え方もあるというふうな答弁で受け取りました。とするならば,とするならば えー、病院跡地購入についてね、3月上旬に聞き取りがあるから、まあ、その聞き取りを踏まえて、えー、判断していくっていうご答弁だったと思いますが、とするならばですよ、買いたいのか、買おうとする方向で聞き取りに臨むのか、買,お買いたいという思いがあるのか、その点を。 県立病院跡地,、ね、跡地を購入したいという思いがあるのかないのかは、今、明言できないということですか先ほどあのお,お答えしたように、3月10上旬を目途に <laughs> 取得以降、調査を行うという、実際にです、ね、私どもの方にどうしますかという問い合わせが来るということでございますので。 それを受けて、検討させていただきたいというふうに思っております、でなお、あの先ほどお答えした中で,です、ね、県立病院跡地も本、あの庁舎整備の中に含まれるというふうにお答えしてはいないというふうに思っておりますので、もう一度あのお答えさせていただきますと、えー 本庁舎周辺に位置する分庁舎や敷地を含むエリア全体で対応を図っていくということでございますのでその点だけ確認をさせていただければと思います横山市議員わ、はい、かりました大変失礼しました、まあ、いずれにしてもですね午前中の答弁でも私はあの明らかになったなって思うんですけどこの本庁舎の後それから第一第二も含めてですね その観光客のいこう場所、市民はもちろんですね、で防災拠点があってで、5つの役割があって、そういうものをこの6000平方メートルの中に中心に、果たして建てられるのかっていうことについては、今ほど市長がね、いや、文庁書も含めて考えも、エリアとして考えることもあるということでした。で、あるならばですよ。3月上旬のそののそ聞き取りの時に ん、望んでいただきたい市長の姿勢としては、2万7000平米、もうよ5倍近い広さを持っているわけです、120台から130台の駐車場も十分確保できる、あのこの県立病院跡地のこの魅力というのは間違いなくあるわけですし、地理的にも公共,の公共に資するだけの土地であります、観光客もたくさん通ります、市の中心部です。 その辺のこの望む態度というものは、今、少し明言、少しお話しできませんか。聞き取りに望む首相、はいえー。県の方のあのお気持ちとしては、新聞報道等によると、地元自治体への売却ということでありますので、それをどう受け止めるかということを、あの県からの正式な意向調査が来たらば、検討させていただきたいというふうに。 思いますので、その点については、ご了解いただきたいと思います。横山議員。はい。まあ、あの、本当に。私としては、私個人としては。ぜひ、購入して。いきたいという思いを。県に伝えていただきたいという。私の個人の思いであります。えー、その次です。 えーと要支援者の避難行動個別、えー、個別避難行動計画の策定についてですが、えー、一昨日の同僚議員の質問にもあ、詳細な数字でご答弁いただきました、3200名の名簿の同意者がいるわけですよねで、まだ名簿に同意してない人も1万3000人くらいいるわけですよ、これをこれからその個別支援に結びつけていくということ、果たして市民部のその、 市民部とししてでできるんでしょうかここは、こういうこの一人一人の高齢者、障害者、えー、介護を受けている方々、ここは健康福祉部の出番というところもこう思うわけですけど、その辺、えー、健康福祉部との連携ということについては、えー、この課題を解決するには、どうしても連携が必要だと思うんですが、どちらの部長さんでも結構ですけど、えー、この辺について1点。えー、それから もう一つ、教育省 ICT ね、教育省は2二通りのことを言ってるんです、つまり ICT は有効だで、でも全部を学校教育に導入するつもりはない、当たり前です、そんなことは。で、一方で、生徒と先生の向き合う、話し合うことも大事だ、つまり技術として、手段として学校教育、これはありだ。 だけどももっと大切なのは、先生と生徒、生徒と生徒同士の問題だ、でも実際、ICT 入れてね、w i f i 使えないからといって、家庭学習の支援になってない、それから10年前の電子黒板は、3年くらいであのウェアが更新になって対応しきれてない、しかし今回、予算でも上がっちゃっている。 という思いなんですけど、その答弁を私、感じませんね。つまり、あのいや、有効だ、有効だっていうふうにしか思わない。丁寧な対応と運用が必要だ。一番大切なのは、先生と子どもが向き合うことだ。ここのところ、もう一回、はっきりと明言していただけるのかどうなのか分かりませんが、お答えください。もう1つ技術を使って 複式、えー、学級ね、少人数学級を結ぶ、それは技術上は可能でしょう、でも、複式学級を支えるのは間違いなく、補正で置かれる先生に決まってんですよ、こんなこと、検否がダメだったら私費でやる、当たり前です、同僚議員からも市で教員を採用しろという訴えがもう何年も前からあるんです、聞くところによると、複式学級が2校であった場合、 もし検品が駄目だった場合、市は1人しか採用しないという予算なんじゃないんですか、あ予算には踏み込みませんが、もう1人採用しなければだめなんですよ、そうなってきたときには、市としての予算確保が必要になってくんです。向き合える、向き合える教育のために、えー、どうしても人の配置が必要になってきます、そこについての、えー、見解をもう一度。副市長 私の方からは、避難行動要支援者等に係る個別計画作成についての町内連携ということで、ご質問いただいてございます。議員からも紹介ありましたけれども、この大元になっている部分は、平成25年の東山小学校における夜間防災訓練で、要支援者等を東山地区の皆さんのご協力で、大に避難をさせていいただいたというその まあ一部シミュレーションの部分はありましたけれども、そこが大元になっている、そこから多くの課題を得たのがわれわれでございました、それを踏まえて、町内各課が連携をして、この要支援者のリストアップ、それからどういう行動をすればいいのか、細かく積み上げてきたものがございます、ですから、そういったものをしっかり捉えながら、個別計画に結びつけていくというのが先ほどの市民部長からの答弁でございました。当然 議員からお尋ねがありましたように、えー、健康福祉部、市民部、その他あ、施設を所管する教育委員会とも含めて、えー、連携が重要なことはあもちろんでございますので、そういった対応をしっかり図りながら、個別計画策定に向けて、えー、努力をしていきたいというふうに思います。以上でございます。教育省 2点ご質問ありました、お答えいたします。はじめに1点目であります、えー、ICT を使うのに慎重でなければならないという話がございました。えー、私も同様であります、あのー、議員が、えー、質問の中で、えー、五感をフル活用して、あるいは、えー、顔の見えるというような質問をされておりました。まさにこれからの教育に求められるアクティブラーニングの 本当にとであると思っておりますやはり子どもたちが顔と顔を向き合わせる、子ども同士教師と先生あ、教師と、すみません、教師と子どもが向き合って、体の活動をしていくと、ただ、ICT がなぜ、えー、の中で、今回考えているのは、教員、例えば小学校の英語化という頭に想定しておりますので、その場合に、小学校の教員は、英語に特化することがなかなかない。あのー 小学校の教員免許状は持っておりますが、えー、英語の教科を担当できるほどの内容がないわけです。これまでの外国活動であるならば、このと子どもと共に楽しみながら進めることができますけれども、えー、英語化になれた場合にどんなふうに進めるんだろうかという部分があります。そこを補うのが今回の ICT ではないかなと思っております。ですから、えー、あくまでも補助、指導の、えー、手助けをしてもらうもの、 教師の支援を助けてもらうもので、子どもたちが楽しく取り組めるものというような認識でございます。それが1点目です。2点目、複、え、式、ー、学級についてであります。あの昔、私、複式学級を担当したことがありました。そのときは自分で2学年を持って授業を行いました。片っぽの学年は自分たち自習している。で、一方は一緒に勉強をする。 時間が来ると交換するというようなことをやっておりましたが、それは本来の事業の形態ではないと思っております。で、今回、複、え、式、ー、の方のあの3学級ですか、あ3クラス分が複式、えー、の方に変わっていくというのはありますけれども、そのうちの献花の支援は一つありますが、じゃあ残ったらどうするんだ、これは市で間違いなく、えー、補正教員を確保してまいりたいと思っております。 一対一一学級一人で進めていきたいと思っておりますますす以上であり横山詩議員顔と顔が触れ合う教育、子どもと子どもが会話する教育、これ、対話ですね、ワークショップなんだ、で議会もワークショップ今、勉強してます、小学校の子どもが中学校に行くと、なんで学力下がるのか、これ、ワークショップがなくなっちゃうんですよ、中学校行くと、対話がなくなっちゃう。 その小学校の子どもたちの教育にぜひね、尽力していきたい、最後、教育庁もう一つ、学校の統廃合ということが、えー、あ,あり方懇談会の中で、えー、話が出ているということで、えー、これも今回の議会の中で、小中一貫校の話が、えー、おとといの答弁でもありました、小中一貫校であ、ごめんなさい、小中連携が小中一貫校に発展して、で小それは統廃合。 なのか小学校と中学校が学区内で一本化することは、これ、統廃合というのかどうなのかだけ、教育長、答弁ください教育長。統、は、廃、い、<coughs> 合についてのお話でありました、あの小中一貫校は統廃合ではない、まだ統廃合に行くまでの段階であります。い、えー、いわゆる義務教育学校という形で 小中一貫校となってから、システム的に校長が1名で小学校、中学校それぞれ所管する、1人でというその教育課程も一貫してつながっていく、これについては党配合の考え方であります。ただ、今現在、若松市では、小中一貫教育ということで、小学校から中学校9年間を見通した連携できることはないだろうかというのを模索しながら進めているところであります。ですから すぐに統廃合うんぬんという課題につきましては、結論はまだ見えない部分であります。い